はい、ゾウの部屋です。萩原京平八百長疑惑、平本蓮を親ガセ公開処刑についてです。大晦日の雷神で裏メインとも言われたのが萩原京平 vs 平本蓮です。記者会見に始まり、その後 SNS を通じてトラッシュトークを繰り広げ、雷神を大いに盛り上げてくれました。記者会見で萩原選手は平本選手をマウントでボコボコにすると挑発しました。そして本当に2ラウンドでマウントでボコボコにし TKO を勝ちしましたが、そこには隠れたストーリーがありました。それでは萩原選手について紹介していきます。萩原京平選手は大阪の下町の治安のよろしくない場所で1995年に生まれた25歳です。178センチで66キロのフェザー級を主戦場としています。プロ戦績は8戦5勝3敗です。中学の時に近所に24時間フリーのジムができ、そこで友達同士スパーリング大会などをして遊んでいたのが格闘技を始めるきっかけです。17で地下格闘技デビューし、あまり覚えていないそうですが20戦以上戦っているそうです。そして2敗か3敗しているみたいです。この頃は毎週試合をすることもあったらしく、これが雷神参戦約4ヶ月で4試合もできた理由と語っています。体が頑丈で怪我もなかなかしないそうです。平本連戦が決まった時には絶対に勝てると思ったそうです。平本選手は自分のことを寝技が全然できないと思ってるが、実は寝技でも勝てると思っていたみたいです。今回の寝技組技で圧倒する試合展開はある程度最初から決めてたようです。そして大晦日試合当日リング上で向かい合った時に事件は起こります。平本選手がリング上で指を立て挑発してきました。萩原選手はそれを見て切れたそうです。試合自体は萩原選手が平本選手の打撃にビビらずにプレッシャーをかけ、組技と寝技で圧倒しました。1ラウンド終了間際にバックを取りバックチョークに行きかけたのですが、フィニッシュまで行きませんでした。しかしこれは萩原選手がフィニッシュできなかったのではなく、わざと仕留めなかったそうです。1ラウンドで簡単に仕留めてしまってはもったいないと思ったみたいです。そして2ラウンド記者会見の予告通りマウントを取りボコボコにし TKO 勝ちしました。半年前までは誰も知らなかったアンちゃんが一夜にしてスターになった瞬間でした。地下格闘技出身のヤンチャボーイが1ラウンドで相手仕留めず、2ラウンドで予告通り有言実行しました。公に売られた喧嘩を公開処刑の形でやり返したのです。地下格闘技で頭突きで2回 KO している萩原選手は朝倉の兄貴と戦いたいと言っています。年末にはライジンで令和の頭突き合戦が見れるかもしれません。以上です。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それではさよなら。